こんばんは、小野和です。僕は基本的に国産しか買ったことがなくてですね、ヘッドウェイっていうのとか使ってたんですけど、これはあのちっちゃいバーとかで弾けるといいなと思って、正直全然知らないで買ったんですけど、いつの間にかもうこれしか使ってなくて、これがもうメインになっちゃいました。多分もう一生これが壊れてもこれを直すし、予備もこれを買うと思います。結構そのぐらい気に入っちゃいました。意外と長い付き合いになっちゃいました。多分15年ぐらい弾いてると思います。これも本当最初ただの綺麗な状態でした。